コーマス級コルベットは、イギリス海軍のコルベットの艦級。その後、1878年に、既存のコルベットは一括して三等寿命館に、類別変更された。アメリカ海軍が高速のワンパノアグを建造したことを受けて、イギリス海軍もインコンスタントを端緒として、1869年から1876年に、かけて三隻のフリーゲートを巡航させた。 当時、まだ監視故障として採用されてはいなかったものの、考古的には、イギリス巡洋艦の講師として評価されている。その後、1879年には、これらを小型化する形で設計されたアイリス級2隻が、相次いで竣工した。そしてこれらに続いて、より在来型に近い巡洋艦として、ナサニエル・バーナビーによって設計されたのが本級である。 1876年6月6日、第3回軍協は、設計を承認し、1876から77年度計画で5隻、1878から79年度計画で1隻、1879から80年度計画で2隻が建造された。さらに1881から82年度計画では、発展型のカリプソ級2隻が追加された。 管内の概略配置図。設計面では、先行するオパール級の発展型とされた。1876年の時点では、肋骨構造の変更と燃料搭載量の増大のみを図る予定だったが、その後、走行防御の追加が決定された。これは、機関部と弾薬庫の髪型に相当する部分について、水栓下2.5、3.5インチの位置に1.5インチ圧の、 装甲を付加するものであった。これにより、アイリス級よりさらに一歩進んで、ビクトリア庁の構成巡洋艦への先駆者として評価されている。防護艦板を艦の前後に全通させることも検討されたものの、84トンの重量増になり、兵装の削減が必要になると考えられたことから断念された。推薦装甲はなく、原則防御は単固に頼っているが、 単庫の中で砲弾が爆発した場合にどうなるかは未検証であった。本級は3000トン未満で金属製船体を備えた最初の巡洋艦となった。船体の水栓以下にはキータを貼った上に銅板で折っていた。また同時に完全な湿布型炎装を備えた最後のイギリス巡洋艦でもあった。エルダー社で建造された6隻は シップ型転送と三気筒の複式機関を備えた。一方、王立造船所で建造された艦は、バーク型転送と四気筒の複式機関を備えた。ボイラーは六艦を搭載した。なお、オパール級よりも船体が大型化しているが、機関出力も強化されており、13ノット台の速力は確保した。ただしその後、イギリス巡洋艦が高速化を図っていったことから、本級は、 最後の低速巡洋艦の一つともなった。当初設計での艦砲装備は、砲艦ンに 16cm 前装市場砲12門を備える点では、オパール級と同様だが、スポンソンの方は、同級では64ポンド砲2門だったのに対し、本級では 18cm 前装市場砲2門に強化されることになっていた。1879から80年度計画艦が、 建造されるまでに、イギリス海軍は前装砲を廃止、新しい後装砲の採用へと舵を切っていた。コーマスは、当初計画通りの装備で巡航したものの、1884年には、スポンソンの追撃砲に変えて25点を合計15.2センチメートル4門を搭載した。また1895年には、MLR64 ポンド砲を廃止して、 15.2センチメートル砲を10門に増備したチャンピオンでは、原則の砲25.5口径15.2センチメートル砲4門と25口径12.7センチメートル砲8門に乾燥するとともに40口径4.7センチメートル砲4門機砲2門機16丁魚雷発射箱2機を備えた。その他の艦も下記のように乾燥した。一方 カリスフォート、コンスタンスは、並走の感想を行わなかった。ウィキメディアコモンズには、コーマス級コルベットに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。